渓流。ペンシルベニア州、フルマーフォールズ。渓流とは、谷川の流れのこと。なお、言葉としては沢が渓流を意味する場合もある。一般的には、河川は下流に行くほど水量が増え、流れは穏やかになる傾向がある。逆に上流に行くにつれて水量は少なくなるが、傾斜は急になって、流れが速くなる。水面は上流へ行くほど波立ち、しぶきが上がるようになる。 提出は、下流では泥で、中流では砂利だが、上流では大きな砂利や岩となっていることが多い。このような上流域の河川のことを渓流と呼んでいる。渓谷や峡谷という語もあるが、これらはどちらかといえば川そのものより流れを挟んだ、斜面の地形に対して与えられる名である。しかし、渓谷や峡谷になっている場所は、山間部であり、奥まったところなので、 その部分の流れが渓流であることはありがちなことではある。ただし、渓流という語は、地学的な用語とは言い難い面があり、むしろ生物あるいは環境という視点からの言葉である、傾向が強い。また、視点によって見方が大きく変わる場所でもある。純粋に地形を考える立場からは、崩れやすい危険な場所であり、土砂崩れや土石流などに警戒を要する地形である。 生物学の立場からは最も精烈な水域であり、多くの生物の住みかである。釣りをする人や漁師から見れば、渓流釣りの場である。陸風のマス類を対象とする、渓流釣りは、独特のジャンルをなす。登山好きの人々にとっては、渓流は、夏などに沢登りを行う場所である。山道を登る登山ではなく、渓流を遡ることを楽しむのである。渓流は、 人々の干渉の対象となる。渓流は地形が複雑で見た目に変化が大きい上、常に水が流れているために夏でも涼しい。渓流を歩くことを楽しむ場合も多い。それは渓流釣りの楽しみの一部にもなっている。渓流周辺に遊歩道が設けられることもある。岩がちな場所ではそのために岩を削って階段をつけたり、鉄のはしごを設けたりといった例もある。 滝が信仰の対象となっている場所もあるから、それに付随する渓流周辺が同時に名所となる場合もある。各地で渓谷や峡谷が名所になっているのには渓流の魅力も大きい。また、落葉樹が集中し、紅葉の名所となるものもある。そこに住む源氏ボタルも干渉の対象になる。またカジカガエルの声は古くから親しまれている。 わさび、川魚などが採れて、名物となっていることがある。木船の川床などで利用されることもある。流しそうめんを名物とする例も多い。地形的に見ると、渓流というのは、崩れやすい休憩者からなる河川の部分である。流れが速いだけに侵食作用が強く、常に周囲の地盤を崩しながら成長するものとみなされる。谷底には、 周囲の斜面から崩壊によって落下した岩や砂利が流下する。渓流が平野部に流れ出す際には、こうした生産土砂が出口で堆積し、洗浄地を形成する。大雨が降った場合、これが一気に流れ下って土石流となる可能性がある。特に土石流の危険が懸念される谷は土石流危険渓流と呼ばれる。それを予防するため、砂防ダムが作られることがある。 そこに住む生物には悪影響を及ぼすことがあり、景観破壊や環境破壊の面もある。トロカビラの湧水、洗練水を集めて流れる小川河川の始まりは岩や斜面から染み出す湧水から始まる。これは次第に幅を広げながら斜面を降り、やがてはっきりとした水の流れる地形を作り出す。そして谷底を流れ降り、細い支流が融合しながら、 水量を増す。より流れ下れば、河川による堆積物も,も蓄積して、流れは緩やかになる。この緩やかになるまでを、おおよそ渓流と考えて良いだろうが、はっきりとした区別はない。一般には、上流域で傾斜が強ければ、水による侵食作用が強いので、両岸は深く削られ、V 時刻のような地形となりやすい。このような地形を強国という、 岩質が崩壊しやすい場合には、両岩が切り立ったものになりやすく、これを警告という。このような場所の川は、渓流であることが多いが、谷の規模が大きい場合には、中流的な河川となる場合もある。低質は特に流れの速いところでは岩、あるいは大きな岩石からなり、やや流れの緩いところでは荒い砂利などからなる。淀みでは細かい砂となっている場所もある。特に急な場所では、 凹凸のある岩の上を水が流れくなる状態でところどころは滝となる。もう少し緩やかなところでは瀬と縁が区別できる。瀬とは流れの速いところで浅くて水面は波打っている。縁とは流れの遅いところで深くなっていて水面は穏やかになっている。川では瀬と縁が交互に出現し、往々にして河口の曲がり角に縁がある。 さらに緩やかになると、背と縁の区別は次第に曖昧になり、背に置いても水面が泡立つことはなくなる。そのあたりになれば次第に中流域に入る。日本陸水学会の文書などでは、勾配の急な経流は生物にとって極めて厳しい環境であるとしたり、軽症の構成物質は絶えず更新を繰り返すため安定しないことが多く、 降水の加減によって流れる水量の増減の差が大きいため生息する生物種は少ないなどと書かれることがある。しかしながら生物の世界の視点から見るとかなり異なった見方となる。確かに気候的な条件等で植生が発達しない場所ではその通りであろう。あるいは特に崩壊しやすい岩質の場では植生が発達できずそういった地となる例もある。 しかし、日本の大部分の地域のように、森林限界以下で温暖で雨量のある地域においては、本来的には山は森林に覆われる。その場合、植物の表面層や苔、森林土壌などの発達によって香水は一気に谷へ下ることなく保持され、少しずつ供給されるため、谷の水はある程度の量で存続し続ける。また、周囲の斜面からの土合はも、 植物の根によって確保され、緑に落ちてくるものではない。したがって、蒸気に述べたような危険は大きく減少するし、生物の生活しづらくなる条件は存在しないという。ただし、大面積にわたる海抜などの森林伐採を行い、森林土壌が流出する場合はこの限りではない。森林が成立している場合、むしろ、軽流は、生物が豊富な場所と考えられる。 水生生物の生活の場としてみた場合、渓流は以下のような特徴がある。流速が速いことから、遊泳性の動物にとっては、強い遊泳力を持つことを必要とする。さもなければ、岩の表面に張り付くかその下に潜り込む必要がある。酸素溶存量が多いのは、急流で水面が攪拌されるので、大気よりの酸素の供給が大きいためである。水温が低いことは、 一般的には生物の活動には不適であるが、陶器の水温低下はむしろ少なく、その点では有利である。水中で生じる有機物や外部から流入する有機物は水流が早いためなかなか沈殿せず、淀みなどに沈殿しても水温が低いために分解が遅い。また、酸素の供給が多く、後期的に分解されるので、 汚水になることがなく、分解産物は流し去られる。そのため、水底には、泥や砂が少なく、それに潜り込んで生活するような動物はその場に、乏しい。滑らかな岩の表面に張り付くことのできる生物が、有利である。地形的に上空の開きが狭いことと、森林内であることも多いので、光は入りにくい面がある。そのため、渓流の水中には、 大型の植物は少ないし、周辺の植生も過激性のものが多い。また、水質が貧栄養なのは、雨水が土壌層を通っただけで流入すること、先にも述べたように有機物の分解が盛んでなく、分解物質は流出するためである。黒谷川影楼の幼虫急流に住む扁平な、体の種軽流の生物の特徴としては、蒸気のような条件のために、底性生物が多い。 水中、水面の生物はごく少ない。植物については、水中の喧嘩植物はほとんどない。一般の水草は泥底に根を下ろして水中に伸び出すが、そのような条件は渓流にはまずない。日本ではこの環境に生育する水草はほとんど川ごけ草科のものだけである。熱帯域では、ミツデヘラシダやアヌビアスのような着生植物的な水草の例がある。 苔植物には水没して生活するものが若干ある。水中での生産者としては岩の表面に付着して生育する珪藻類が主力である。動物では水面を生活の場とするものはシマアメンボやオナガミズスマシなどがある。水中を遊泳するものはまずは魚類であるが、純粋に遊泳性なのはマス類、特に陸風型のもの、日本ではヤマメ、アマゴ、イワナなど、 が主力である。日本ではこの他に、小イカのアブラハヤやタカハヤなどがある。夏季限定でアユも出現するが、渓流より、むしろ中流域が主な生息域である。昆虫では水中に泳ぎ出るものとしては、小型のゲンゴロウ類やチビミズムシ、ナベブタムシなどがある。そこ生動物は、最も豊富な動物賞を持つ。 両生類の流れ引きガイル、カジカガイル、それに地域が限られているが、大台ヶ原山小魚や、箱根山小魚などの妖精がこれに含まれる。巨類では、ハゼ類、島土壌や、アジメ土壌、カジカ類、ウナギなどがある。昆虫については口述するが、その他の節足動物では、甲殻類のサワガニ、ヨコエビ、沼エビや手長エビ類、ダニ類のミズダニ類などが普通に生息する。 南体動物では、カワニに長普通。変形動物のプラナリア類も見られる。昆虫類は最も豊富で、様々なものが見られる。まず、以下の群はその主力が経流性である。また、これらは、経流の動物群集を考えた場合にも主力である。以下の群は限られた種が、経流に生息する。これらに共通する特徴として、以下のようなものがある。 渓流で特に種文化が起こった例がいくつか知られている。そのため、流れを名に持った動物がある。また、渓流植物には禁煙の非軽流種がある例がある。渓流の生物を群衆として見た場合、これを渓流群衆という。渓流群衆の特徴は、外部からの有機物に大きく依存することである。水中での生産は軽装などによるもので、それ自身も小さいものではない。 例えばアユの成長はほとんど完全にこれに依存している。しかしそれ以上に多くの有機物が落葉などの形で外から流入している。渓流の落ち葉には水性不完全菌が生育しており、それらを含めて水性昆虫の餌となっている。それ以外にも陸上動物が渓流の動物の餌となる例が少なくない。 渓流の流れの上には、周囲の森林の樹幹が被さっており、新緑の季節にはそこから、数多くの食用性昆虫、特にガの幼虫が、水面に落下し、魚などの重要な餌となる。有名なのは岩名で、水面に落下したり近づく昆虫から、泳ぎ出た蛇に至るまで餌となっていることが知られている。同時に流出する量も多い。落葉や、 その分解物はどんどん下流に流れ出る。それらは最終的には川口域で分解される。また、水生昆虫は幼虫である例が多く、浮かして脱出したものは周囲の陸生動物の餌となる。魚類がそれを食う例も多い。渓流の周辺域は水際を生活の場とする生物と森林の中でそのような地形を生活の場とする生物の見られる場所である。 水際を生活の場とするものとしては、植物では、しぶきのかかる岩の上に生育するものが挙げられる。渓流の石や岩には、植物が発達しない場合もある。これは、降雨による増水が激しく、その度に堆積物が流れる渓流に見られることで、低質が拡乱されるためだけでなく、流れる砂利などがその表面を擦るためである。しかし、 安定した渓流では独特の植物群落が見られる。岩の上に苔と一緒に生えるのであるから、その性質はやや着生植物に似る。また、河川の流れの速い渓流環境に適応した植物を渓流植物という。動物では、カエル類やサンショウウオ、日本ではそれに、鳥類では、カワガラス、哺乳類では、カワネズミが、特有の動物として有名である。 また、流れの上に網を張る雲があり、代表的なものに谷間の土用雲がある。よく流れを横切って網を張っているので、どうやって糸を張ったかと不思議がられる。実際には糸を風に流し、対岸に引っ掛けてからこれを強化して枠糸とする。水中から脱出する水性昆虫の成虫が主な餌になっていると思われる。 より幅広く渓流周辺を考えれば、森林の中の傾斜地に挟まれた、そこを冷水の流れる窪地である。本州中南部においては、平地は上緑樹林、山地は落葉樹林となるが、渓流周辺では落葉樹林が、より低い標高から見られる場合が多い。土地の木、沢ぐるみなどは、そのような森林を代表するものである。 カエレ類にも、そのような場所に生育するものがいくつかある。また、湿度が高く、地形の変化が大きいので、特に商用樹林では、シダ類の種類数が多い。商用樹林の多様性は特に谷まで高くなる。デジタル大事線。ありがとうございます。